Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. A japán konyháról azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, mindenkinek a sushi jut eszébe. De vajon ki ismeri az udont ankakével, vagy a karaage-t? Nos, éppen ezért látogattunk el a belváros szívében található Komacsi étterembe, hogy megmutassuk, a japánok bizony nem csak nyers levet esznek. についてですけれども、日本で長い間昔から食べられてきた食べ物です。で、主に小麦粉を、水と練って作る食べ物なんですけども、お米の代わりに昔から食べられてきたものがうどんです。まあ一緒に混ぜて作るんですけれども、まあ僕の場合は日本の小麦粉じゃなくてハンガリーの小麦粉を使って日本のうどんを作ってます。でこれを練ったものを長く伸ばしてで切ったものがうどんになるんでハンガリーの皆さんに食べていただきたいと思ってうどんをいつも作ってます。そんな感じでしょうか。これをじゃあ踏み込んでいきます。これを床に置いてきれいに置いて綺麗な足で踏み込んでいきます。これを3回繰り返すと出来上がりになります。これをこっちに持ってきます。打ち粉を振って裏にも打ち粉を振ってはい、すいません、今うどんができました。これをこれからお湯で茹でます。で茹でるにはこの太さによって変わってくるんですけども13分か15分で、今日は13分でやります。じゃあ、あんかけうどんを次作ります。あんかけうどんのあんかけだけを作ります。あんかけとは、野菜とこちらが材料になりますね。でまず最初に人参、玉ねぎ、白菜、あとはこれうどんのつゆですね。うどんのつゆ、これだしが入ってます。チキンブイヨンなどが入ってます。まず最初に油を入れます。野菜はいつもシーズンに合わせた野菜を使ってます。で大体できました。 できたらこちらに置いて最後に卵を入れます。少し卵を入れてこのようにかけ混ぜてあげます。温まりましたんでこれをこの中に入れます。その後先ほど作ったやつをそのまま入れます。この後にネギを入れます。ネギをパラッと乗せてこれで出来上がりになります。
1ヶ月前からオープンしました。で、もともとはケルテス通りの35番に日本人向けのホステルを持ってます。ホステルを持ってて、バックパッカーに食べてもらいたいと思って、何か食べれる場所を作れたらいいなと思ってました。それで一緒にローカルハンガリー人の人にも日本の食べ物を食べてほしいと思って、一緒にビストロをオープンしました。